夏って金魚の時期じゃん。スモちゃんもワクワクしておりますね。これは可愛い。風呂敷みたいになってて可愛い。これですよ、これ。これは日本酒。こんにちは、チア金魚です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。こちら見えるかな？見えますね、間から。こちらはうちの可愛い琉金ショートテールのスモーちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。あ、奥には江戸錦の3匹もいます。よろしくお願いします。実はリアルタイムでのスモーちゃんの出演はちょっと久しぶり。先週1週間ぐらいですかね、スモーちゃんの厄浴をしていました。皆様、暑い毎日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。夏といえば、そう、金魚です。去年の10月から金魚を飼い始めたので、金魚と迎える夏っていうのは初めてなんですけど、こう最近外を歩いていて、あ、金魚柄のグッズって結構あるなって思ったんですよ。で、特にこの夏っていうのはイコール金魚っていうイメージが結構世の中にあるみたいで、いろんなお菓子屋さんとかに行くと金魚をモチーフにしたお菓子が並んでいたので、ちょっといくつか買ってみました。最近ですね、金魚グッズを集めるのに今ハマっております。今日はですね、いくつか私が可愛いなと思った金魚グッズ、お菓子ご紹介したいなと思います。スモーちゃんもワクワクしておりますね。まずすでに並んでおります金魚のモチーフのお菓子です。金魚玉。私が仕事で、ジムの手伝いをしている会社さんがあるんですけど、お中元でもらったお菓子の中にこれが入ってて、ちょっとこれが非常にですね、可愛くて衝撃的でですね、これを見た瞬間に、あ、夏って金魚の時期じゃんっていうのに気づきました。江戸時代は金魚をガラスの玉に入れて鑑賞していたらしいので、それをモチーフにして、玉の中に金魚が入ってる、そういったイメージで作られているそうです。次にどうしようかな。中身は後で開けますね。これは金魚の水遊びっていう名前の、これは神経堂さんっていう、さっきのと同じなんですけど、エビせんべいの専門に作っているお菓子屋さんがあって、そこで季節限定で出ているものです。中身すごく可愛いのでこの後見てみましょう。あとはこの辺ですね、可愛らしい、これはゼリーですね。金魚の赤とピンクと、あとコンペイトウが入ってる可愛らしいゼリーでございます。続いてこれはフルーツゼリーですね。これは鹿鳴館のフルーツゼリーで、普段はフルーツの形をしたゼリーとか、あとお花、バラとか、そういったお花の形をしたゼリーを販売してるんですけど、今はサマーコレクションということでありましたので買ってきました。続きまして、これだけでは分かりませんね。ちょっとこの後開けます。これはゼリーだったかな？寒天だったかな？これめっちゃ可愛くないですか。麻布十番揚げ餅屋さんっていうところのお菓子なんですけど、夏野菜が揚げたもの、フライド野菜みたいなのが入ってて、別に中身は普通なんですけど、この入れ物、袋が金魚の絵になってて可愛いので買ってきました。可愛い側面、あ、側面可愛い、見てください、これめっちゃ可愛い。で、これですよ、これやばくないですか。これ金魚鉢の形をした揚げ餅の入れ物、これ開けるのもったいないですね。やっぱり世の中の金魚のイメージっていうのはこの赤い琉金と黒デメキンなんですね。で、マチモが生えてると、
かわいい、これ持ってこうやってお出かけしたいぐらいかわいい。スモーちゃんも興味津々ですね。琉金呼んだかみたいな感じですね。どうスモーちゃん見て、あ、見てますね。見てる見てる。あ、見てない見てないね。はい、そう、あと他の動画でもちょっと出した、これもご覧の方はいるかもしれないんですけど、見てください。お酒、お酒、これはもう2回ぐらい動画に出してますね。麦焼酎、ラベルは表、表というか裏というかは青い普通のラベルなんですけど、このラベルの表側、表側粘着部分に金魚の写真プリントされていて、まあ、麦焼酎の中を泳ぐ涼しげな金魚たちっていう感じですね。普段麦焼酎ってあんまりというか一切飲まないんですけど、ちょっとこれ見た瞬間買わずにはいられませんでした。かわいい。これは日本酒。ほら、これ何の金魚でしょうね。何の金魚で何の水草なのかわからないんですけど、ビジョフ、ビジョフの夏酒、夏酒、夏限定のラベルデザインなのかな、きっと。日本酒は普段から好きで飲むので買っちゃいました。なんかこんな感じで世の中本当この夏金魚に溢れていて、非常に私幸せでございます、本当に。あとこれは多分夏限定じゃないんですけど、この間浅草にちょっと仕事の用事で行った時に、浮世絵のまあなんかこういうポストカードとか結構売ってるお店があって、浮世絵だったら絶対金魚あるだろうなと思って見たらありましたね。袋から出しましょう、反射しちゃってる。猫が金魚鉢に入った金魚を狙っている図ですね。なんか今でも外飼育してる方で結構猫とかアライグマとか金魚ね襲われちゃってっていう話を聞くので、なかなかこう可愛らしいと思いつつも金魚飼育者の一人としてはなかなか笑えないなという部分はあるんですが、まあ、コミカルで可愛いですね。首輪の鈴が黄色いのついてて、なんかドラえもんっぽいですね。ドラえもんっぽい。あとシールも売ってました。シールこっちもまたあれですね、猫に襲われる金魚、金魚なのかな、鯉なのかな、これは。まあ可愛い、使うことはないんですけど、これもなんか鯉じゃ、カエルのような金魚がハスの葉っぱ持って踊ってるみたいな感じですね。これの元ネタって何なんだろう、元の浮世絵は気になりますね。可愛いですね。こんなのも見つけました、浅草です。はい、では気になる中身開けていきましょう。いきます。これは切っちゃっていいや、切っちゃって、かわいい、なんか縛ってある、風呂敷みたいになっててかわいい。わあ、かわいい、見てください。ほら、金魚の絵の描いてあるエビセンに金魚の形をしているおせんべい、金魚すくいの鯉を模したもなかがあるみたいなんで、開けましょう。あ、いい匂い。こっちに開けつつ、これが金魚、金魚、こういった渦巻きの可愛いのもありますね。これか、これだ、可愛い、竹串に刺さった鯉を模したもなか。つまりこれはこういうことですね。かわいい、これはかわいい。公式サイト見ていただくとですね、非常に綺麗な写真があるのでぜひ見てみてください。超かわいい。こんな感じ、こんなこんな感じですかね。かわいい。これ全部エビセンなのかな。食べよう食べよう、これ今食べよう。
7対3ですね。やってみたかった。いただきます。うまっ。うん、うん、なんか普通に美味しいですね。すごく普通に美味しい。昼間のビールにも合いますね。うまっ。こっちかわいいですね。越後ビール、かわいい。ゾウさん、ゾウさんかわいい。金魚どこ行ったっていう。昼間に飲むビールはうまいですね。ちなみにこの台何を使ってるかというと、恥ずかしいんですけど、外部フィルターの外箱ですね。外箱をこっち台にして、撮影台にしております。ハンドメイドですね。いいですね。あー、うまっ。これ開けましょうか。これおかき、おかき。おなんかサッと開けちゃったけど、いいかな、いいのかな。ヒュッ、こんな感じです。あれ、金魚いる？金魚、あれ、金魚がいない。金魚がいません。これ金魚じゃない、これ金魚じゃないですよね。あれ、金魚がいない。普通に美味しい。うめえな。ちょっとこのままこの後私はゆっくり金魚を眺めながら、金魚のお菓子を食べてビールを飲みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。金魚の夏、金魚の夏でございます。本当ちょっと出かけると金魚グッズいっぱい見かけます。探すと結構あるので、ぜひ見てみてください。他にもこんないいのあるよ、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。そして一緒に乾杯しましょう。というわけで本日の動画はこんな感じです。ぜひですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。